マイタウン市川。今回の特集は市川の伝統行事にらめっこおびしゃをお送りします。ぜひご覧ください。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。1月27日文化会館で漫画家松本零士さんによる講演会が行われました。この講演会は東海小学校の卒業生で、去年12月から国際宇宙ステーション長期滞在ミッションに挑んでいる宇宙飛行士金井宣茂さんを応援する企画の一つとして開催されました。松本零士さんは銀河鉄道999、キャプテンハーロックなど宇宙をテーマとした人気作品を数多く描き、未来を担う青少年に夢や情熱を伝える活動もしています。今回はそんな松本零士さんが宇宙への夢に挑み続けると題し講演を行いました。松本さんは講演の中で、80歳になった今でもこの目で宇宙から地球を見てみたいという思いについて話しました。そして講演後、マイタウン市川のインタビューにも答えていただきました。子供の頃、田んぼで寝そべったり土手で寝そぼって真上の星空を見たのが最初でして、それからいろいろなこの映画や小説や漫画を見ましてね、それで宇宙人がいるかという、宇宙に命はあるのかという興味から、これだけ星があるんだから必ずあるし、いつか出会いたいと思ったのが少年の日の夢だったんですよ。皆さんには時間と未来が長くあると、だからどうか頑張ってくれと、命は生きるために生まれてくるんで、死ぬために生まれてくる命はないと、そう信じて夢ではないんですよ、夢と言われようと何と言われようと自分の思いを実現するようにという願いをかけて頑張ってくれと励ましたいですね。こんにちは、サイドエミです。特集市川市の年中行事、先週は河野台の辻斬りについてお伝えしました。今回は市内各所に伝わる年始めの行事おびしゃのうち、ここ大野町の駒形大神社で行われるにらめっこおびしゃをご紹介します。おびしゃとは年頭に行われる神事で、全国に残るおびしゃの多くは弓矢を使いその年の吉凶を占うものです。しかし駒形大神社のおびしゃは弓矢を使わない独特な行事です。氏子二人がにらみ合いながら酒を飲み、笑うなどの粗相があると罰としてもう一杯飲むというもの、俗ににらめっこおびしゃと呼ばれ、市川市の無形民俗文化財に指定されています。家内安全、地域の、ね、安全と五穀豊穣を祈願する。おびしゃはね、各地域にね残ってると思うんですけどね、こういう形のおびしゃっていうのはちょっと自分も聞いたことはないし。行われるのは毎年1月20日そのにらめっこおびしゃの一日に密着しました。さあ、おびしゃ当日の午前8時過ぎです。太鼓が鳴り始めました。この太鼓はおびしゃの準備開始を告げるもので、氏子の皆さんの集合の合図になるんだそうです。駒形大神社の氏子数は50世帯余りです。集合すると芝切りと呼ばれる会議、準備の役割分担を決めます。駒形大神社には現在常駐の神主はおらず、おびしゃの行事はすべて氏子たちの手で行います。それぞれ役割に従って境内にしめ縄を張ったり、大根を使った供え物を作ったりと準備を進めます。今こちらでは何を作ってらっしゃるんですか？亀さんです。亀さん、あ、
甲羅の部分がちょうど大根で、頭と手足の部分がごぼうでできてるんですね。こちらは何でしょうか。鶴ですね。今ですね、これ頭の部分ですよね、ちょうど。あ、すごい。これどうして作れるようになられたんですか。あ、やっぱり先輩方の見よう見まねで、それで覚えたっていう感じですかね。完成しました。お供え物の鶴と亀、すごい完成度の高さですよね。もう見るからに鶴と亀です。こういった作り方も代々受け継がれているんですね。10時になると拝殿に集まり、今年の安全と豊作を祈願します。その際、7号入りの大杯に入ったおみきをその場の全員で回し飲みするのが習わしです。神聖な儀式の後は少し変わった準備が始まります。さあ、こちらでは餅つきが行われています。この餅は一体何に使われるのでしょうか。大変ですけどお願いします。さあ、今突き上がったお餅を牛子の皆さんが棒で伸ばしていますね。今これは何を作っているんでしょうか。これは せんべいっていうものなんです。皆さんお家持ってって風の引かないっていう、はい、男性と女性を表したものを作っているそうです。これらは餅を使った供え物、一般の鏡餅とは違うユニークさがあります。さあ、サウス目が突き上がったようです。今度はですね、このようにピンポン玉サイズに丸めているんですよね。この小さく丸めたお餅は何に使うんでしょうか。ぶつけ合うんです。すごい餅を投げ合ってます。サウスメの使い道は通称餅ぶつけ。餅に当たると無病息災の御利益があるとされることから、ぶつける側も遠慮なし。氏子以外の人や縁側の外の人にも投げつけられ、大いに盛り上がります。そして昼食後、お日記の受け渡しが始まりました。それでは引き渡しの儀式を行いますので、よく改めてお願いいたします。手にしているのはお日記と呼ばれるもの。昔からその年の帯社で行ったことを書き留め、1年間大切に保管し、次の年の当番に引き継いできたという、いわば帯社の記録帳にあたるものです。一度だけちょっと上げた時にちらっと見せてもらったのは、大正の終わりか昭和の初めのくらいのやつだったですよね。中の一番の中のね、口先だけじゃなくて、やはり書きつけてこういうふうにやりましたよと、これを参考にしてやってくださいと、そういう意味のもんじゃないかなと。今去年の当番だった方がお日記を今年の当番の方の背中に差し入れています。とても不思議な光景ですね。お日記を背中に入れる風習は、どんなに先に寄っても決してなくさずに家に持ち帰るための知恵ではないかと地元では考えられています。そしていよいよにらめっこの儀式です。行事を挟んで氏子二人が東西に向き合って座り、それぞれの前には大きな杯が置かれます。ただいまより古式にのっとり、
睨み合いの行事を執り行います。待った、あまりにも大敗なので勝敗にてお願いいたします。大敗は大きすぎると行事に申し出て、小さな杯に変えてもらいます。そしてやって、双方睨み合いながらゆっくりと酒を飲んでいきます。酒はかなりの高温ですが、途中でむせたり相手の表情に思わず笑ったりすると無礼となり、二人とも罰の杯罰杯を飲まなくてはなりません。さあ、続いての組の方が杯を口に運びました。あ、もうすでにここで早速笑ってしまいました。ということはお二人に罰杯を飲んでいただきます。さあ、そしてお二人とも罰杯の大きな杯を口に運びました。いいよ、かずちゃん、はよ。はい、行きます。それではお願いします。笑っちゃダメなんですよね、笑っちゃダメなんですよね。俺目じっと見られないもん。こう座ったら仕事も喋っていけないのに、あなたもうろうろ。バッパイを申し付ける。いきなり罰杯の洗礼です。私、粗相してしまい罰杯をいただきました。ありがとうございました。今年はおよそ20組が挑戦。無事乗り切った人も、罰杯を受けた人も、和やかに新年のひとときを過ごしました。はい、ありがとうございました。一度見てみたいと思ったんですけども、初めてここに20年ぐらい住んでて初めて見に来られて楽しかったです。私はここに来ると若手なんですね。で、先輩方にいろんなことを教えていただいて、昔から伝わっていることを、あ、なるほどなって思いながら、ここではこう新人の気持ちで聞くことができるので、それを大切にしてます。今のね、若い地域の人たちがやはりこれをね、残さなきゃいけないよと、残そうじゃないかというのがね、数年前からね、非常に強くなってきたなと。ああ、これはいいことだなと。多分この行事はもうしばらくね、大丈夫だろうと思います。伝統行事にらめっこ美写、神聖な中にも楽しさや和やかさを随所に感じることができました。遠い昔からこの行事を引き継いできた地域の皆さんの熱意、努力を忘れずに、今後も後世に伝え残していきたいですね。犬と猫について正しい飼い方に関する啓発活動や、大規模災害時に避難所で対応のお手伝いなどをするボランティアを募集します。市が開催する講習会を受講し、市と共同して事業を実施する意欲がある方、3月17日土曜日の講習会に参加後、ボランティア登録を行います。申し込みは3月16日金曜日までです。次回の放送予定です。2月10日からのマイタウン市川の特集は、動植物園の可愛い猿たちを紹介します。ぜひご覧ください。